はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。サンパイスくんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回はですね。はい。いや、まずはちょっとこちらの画像をご覧ください。これ、私の描いた線画に、うん、S くんがデジタルのアプリ、アイビスペイントで色を塗ってくれた画像なんだけども、はいはい。まあ、初心者の人っていうのは、うん、まあ、いきなりデジタルで色を塗れって言われても、まあ、大体こういう風になっちゃう。まあ、なんか使い方もよくわかんないから、とりあえずざっくり塗るみたいな。そう、頑張って塗ってはくれたんだけどね。ああ、今回はこのイラストを、今からプロ絵師の私が1時間 S 君に指導をして、はいはい、1時間でどれほどうまく塗れるようになるのか検証してみたいと思います。今回はですね、初心者の人でも割とすぐ実践できて簡単に塗れる方法を紹介したいと思いますので、よかったら皆さんも一緒にやってみてください。はい、それでは早速やっていきますよ。レッツチェケラー。はい、ではこちら S 君がまず塗ってくれたイラストです。はい、ですね、まずね、初心者の人はね、そもそもが、レイヤーっていう機能自体がわからないと思うのね。はい、今 S 君はそれがわからないから、もう線の上に塗ってくれてて、はい、多分もう線消えちゃってるんだよね。うん、まずはこの線と塗りの絵をね、分ける方法を皆さんに教えたいと思いますので、はい、マイスクまず一回キャンバス真っ白にしたいと思います。はい、はい、こちら今真っ白いキャンバス作りました。はい、でここのねところをクリックしてもらうと、はい、このレイヤーっていうのが出てくると思うのね。はい、今何もない状態でここのね写真みたいなところを選ぶと、このフォトライブをね開けますので、このフォトライブから読み込みたい画像の線画を選んでください。はい、はい、今ねフォトライブからまずその画像を読み込みました。はい、そしたらこれ出てくるから、きっとこれ、まずこの緑色のチェックのとこクリックしてください。はい、でこれ線画抽出しますかって聞かれる。アナログ線画を読み込んだ場合は線画抽出をすると便利ですと、うん、これ OK を押してください。はい、でここに今度出てくるから、うん、この値値をね選ぶんだけど、まあ私の場合いじんないといつもこれで、OK を押してください。はい、そうするとここにね線だけのレイヤーができました。これ、ほうほうほう、これは触らないで、はい、この下に塗っていきますよ。はい、この肌を塗りたいんだけど、うん、肌色って薄いじゃない。はい、塗り残しとかがある可能性あるの。はい、それが嫌だから、まずここの選択レイヤーを選びます。これね。うん、はい、これでまず塗りつぶし。はい、でここの隙間認識、これにチェック入れてください。はい、これにチェック入ってると、こう線と線がつながってなくてもある程度だったら、こう AI が判断して自動で閉じて塗ってくれる。これでじゃあまず肌の部分塗ってってください。まあ、今はねざっくり S 君塗りました。はい、ただね今度はね塗らなくていいところも塗ってたりとか、うん、まあ、あと塗ってほしいところもまだ塗れてなかったりするから、うん、一旦ここで塗りつぶしやめて普通にブラシツールに変えます。でブラシツールは何のペンを使ってもいいけど、この段階ではあんまりにじまないペンがいいと思う。うん、だから私はこの G ペンハードがおすすめです。はい、わかりました。まあ、G ペンハードでペンの太さは塗る場所に合わせて変えてください。はい、じゃあまずちょっとこの辺塗りつぶしてって、ここ、うん、消しゴムもこの時はなるべく同じように G ペンハードの消しゴムでいいと思います。はい、それで細めにしてこう拡大してこうはみ出してっていうところを塗ってください。この作業をちゃんとすることがよくよく全然クオリティに違いが出るので。なるほど。だからこのベース塗りっていうのかな、下塗り、まあ、下塗りをある程度しっかりしておくことを私的にはおすすめ。今ちなみに S 君がこの作業をしてて、こうやって一個一個消すの大変だなって、あ、ごめんごめん、いい？次あんちゃん。その時に、まあこれは使っても使わなくていいけど、おすすめなのが、ここの特殊ペンっていうのを押して、はい、これで、投げ縄塗り、投げ縄消しってあるでしょ。うん、これ今、投げ縄消し選択して、そしたらこう消したいところを囲って自分で。囲った形で消せるから。うわ、これで綺麗にね、でも S 君綺麗に消してってね。あ、でもこれうまく使えない俺。消せない、じゃあブラシで消しておこう。無理だ、うん、うまく使えないならブラシにしよう。めちゃめちゃ無事これ、うん、はい、じゃあ今こんな感じで S 君肌の部分を選択できました。これで結構綺麗だわ、もうすでに。じゃあこれで選択レイヤーから今度この1のレイヤーをして、はい、はい、そこで今度は一気に肌、まずベースにしたい肌色を選んでください。まあ、せっかくだからこれ多分ここからね下は私の作った色なんだけど、これはもともとアイビスペイントに多分入ってる色みたいなので、うん、これ使っていこう。これ一番白を選んで、この特殊ペンも一個してくれる、うん、でここの囲って塗る選んでくれる、うんうん、それでここら辺全部囲って、はい、OK。 うわー、今肌の部分が塗れたのでめちゃめちゃ便利。
便利でしょ。じゃあもう今ここ洗濯してるんだけど、ここから洗濯する必要ないので、一回これもう洗濯解除ここしちゃいます。これ、うん、そしたら今度ここのレイヤーに今ベース塗ったじゃん、ここにもう一回色乗せてきたくなっちゃうんだけども、ここをグッとこらえて初心者の人ぜひレイヤーをもう一個作ってください。プラスでさらにこれをしてクリッピング、これで今1のレイヤー、今塗った S 君が肌色に塗ったところの上にもう1枚レイヤー重ねて、このクリッピングをすることでこの肌色を塗ってる部分にしかこの2は塗れなくなりました。なるほど。ここで肌のちょっと濃いねグラデーションをかけていきたいと思います、はい、なのでまずこのブラシで、はい、このねペンフェード、これじゃこれ自体は多分ちょっと有料コンテンツなんだけど、はい、あの広告を見れば、はい、あのアイビスペイントの場合あの使えるようになりますので、はい、まあ、これがちょっと個人的にはおすすめなのでこれをおすすめしています。ペンフェード、はい、でこれでここの色を、まあ、ちょっと本当はここにもともとってない色なんだけど、これ私の作った色で、はい、まあ、今ちょっとこの辺の色味です、見てもらったら数値とか見てもらったらみんなわかるかな、はい、まあ、このここの色でぜひ S 君ちょっと上から塗ってってください。塗り方としてはこの鼻あたりまでを目安にこっちの方を力強く、頭の上の方下に行くにつれてこう手の力を抜くようなイメージでぜひ塗ってください。はいはい、今こんな感じで顔にグラデーションついたでしょ、はい、でちょっとまあまあ下まで行き過ぎちゃったなと思うけど、今回 S 君が塗ってるからいいでしょ、はい、でここまでもやっぱりなんかちょっとムラがなってんじゃん、これを消すためにこう一回このブラシ、この水彩を使ってみてください。よかったら水彩、この水彩のペンなんでここの境界線をちょっと撫でて、オッケー、いい感じにボケたと思う。おーすげえ、確かに。今度はこんな感じで次はこの首から下肩までのパーツもそれぞれぼかしていきたいと思います。こんな感じで今 S 君肌にグラデーションかけれました。だいぶこれだけでもレベルアップしてる気がするわ。まあ、さらにここに影の濃い色を塗っていこう。ということでさらにもう一回レイヤー作ります。はい、でクリッピングします。はい。はい、でこれでさらに一個上にクリッピングできました。じゃあさらにここのさっきある濃い色、私の場合結構ピンクの強い濃い色を使うんだけど、まあ、これはお好みです。まあ、これね、また先生と同じしたけどね。そう。でこれで今度ははっきりした線を塗っていくので、大きなペンを使っていくので、G ペンソフトがおすすめかな個人的には。はい、まずねこのまぶたの上とか塗って、この髪の縁に沿ってこう塗っててくれるイメージ、ここからこういう感じで、このこれぐらいのイメージでここを塗っててくれる上の部分。三角。そういう感じ。あのね、何かって髪の影を落としてる感じ。ちょっとこの辺の髪も髪の縁に沿ってちょっと色落としてみて、髪の立体感が出ると思うんだよね。あとはまあおすすめなのはお好みだけど、これ鼻のところにちょっと影を乗せる。そうじゃない。え？鼻のここが頂点だから、この横のところにこうやって影を乗せる。はあ。上唇のところに影を塗る。これでまあとりあえず顔の大きな影は塗れたかなと。だいぶいけてるわ。あとこの辺にちょっと影を入れてるといいかな感じでした。じゃ次今度首。首の下はね、がっつりこれぐらいまで塗っちゃっていいよ。これぐらい、あ、それぐらいまで塗っちゃっていい。で、この時にね、また塗るの大変だからさっき言うとこれ。特殊ペンの囲って塗る。これであれば本来なら私だったらもうこういう感じで塗っちゃう。早い、確かにこれでしょ。でも S 感使えないなら、あの普通に手塗りでも大丈夫。ペンを太くして塗ればいいだけだ。これでちょっとね、はい、そんな感じで、これじゃあ、今度この肩ひものところの線をしていきましょう。肌はもうこんな感じでいいんじゃないかな。あとちょっと濃く入りすぎちゃったなっていうところをぼかしていこう、はい、ということで、今度はここの消しゴムペンソフトでこのね、透明度、不透明度をまあまあだいぶ下げちゃおう。この 10% ぐらいまで、ちょっとこの首の下あたりとかポン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 としてほしい。ポン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 とやってる感じ、少し薄くなっていくの分かる、うん、ちょっとだけね、まあ、こんな感じで少し塗りすぎちゃったなってところがあれば、まあ、ぼかすのもいいと思う、ここら辺とか、うん、ただ今やってみてこれすごい難しかった、力加減が、はい、だから今回のエスカはやめとこう。わかりました。よかったらできそうな人はやってみてください、はい、なしで、はい、じゃあこれでちょっと肌はもういいでしょ今回は。いやもうこれ十分うまいよ。じゃ次髪の毛、はい、もう同じことの繰り返しね。まずこの洗濯レイヤー選べます、はいはい、髪の毛を塗ってってください。はい、こんな感じで塗れました、はい、まあ、やっぱり洗濯ツールでやる利点ははっきりした色で塗り残しを防げるっていう、まあ、どうかなと。これはやっぱすげえわ、うん、マジ便利機能で。じゃあ新しくまたここにレイヤーを作っていきます。じゃあこのレイヤーに今回髪の色を塗りたいんだけども、はい、まあ、さっきオレンジっぽかったよね、うん、色ね。じゃあオレンジっぽい色にしよう。だけど結構そのオレンジだと色が濃すぎちゃうと思うよね、はい、ベースにするには。だからこの動画で少しだけちょっと明るめの方に寄せてあげる、はい、これでじゃあぜひ囲って塗っちゃってください、髪の毛の色。OK、 塗れました。マジ便利だわこれ、うん、じゃあまた今
度は今度は一回洗濯を解除する、ここでね洗濯解除してこの上にレイヤーを作ってクリッピングで、今度は髪の影を塗っていきたいと思います。はい、これが難しいね。これがまた難しいのよ。エスカね、もともとオレンジ一色だったんだけど、はい、まあ、少しなんかオレンジ一色だけだとこんだけ髪が長いイラストで、これ結構髪がメインのイラストなんだよね。なるほどね。ちょっと寂しいなと思うから、はいはいはい、少し髪の毛にグラデーションをまたつけていきたいと思います。ほう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 。ブラシでまたこのフェードを選んでもらって、フェードね、うん、はい、でちょっと今の選んでいる黄色よりちょっとオレンジの方にメーター寄せていきます、はい、この毛髪の毛先とかにポンポン色をつけてくれる。まあワンポイントだから、まあ、こんな感じでいいんじゃないかな。はい、やっぱ全然違くなったな、雰囲気が可愛いと思う、うん、じゃあこれで、ワンポイントのグラデーションはいいとして、はい、ここにガッツリ影のせていきたいと思います。新しいレイヤー作ってまたクリッピング、はい、で今回はねこのレイヤーの設定変えます。今まで普通でずっとやってきてたけど、これをね蒸散もしくは焼き込みリニア、まあ私好きな方でいいと思うけど、焼き込みリニアにしとこうかな、うん、焼き込みリニアにします、はい、で私がよく使う影の色、これこれこの紫みたいな色なんで、薄紫みたいな、うんうん、ちょっとくすんだ薄紫みたいな、よかったらこの辺の色私よく影で使うのでみんなも保存しておいてください、はい、まあ、どっちの方でもいいんだけど、まあちょっとこういう方にして、はい、今度はペンをがっつり影塗るので、まあ、ソフトビジペンハードでいいや、Gペンハードにして、はい、うん、まあ、こんな感じで影の色が塗れていくと思います。なんか本当は髪の毛の形を取ってこうギザギザに塗ってってほしいのね。でも多分初心者の人は多分それすごい難しいと思うんだよ。多分できないな。でしょ。だからまあある程度もブロックで塗っていこう。はい、こんな感じで影塗りました、はい、やっぱりですね影、髪の毛の影すごい難しいみたいで、うん、本当はねもっとちゃんと塗りたい、もっともっと入れて、もっとあんだ、もっと影がっつり入れたいし、もっとこう髪の毛の形に沿って入れたいんだけど、やっぱりちょっと初心者にはそれがすごく難しいんだなと思うので、あんまり影はもう入れないでおきましょう、はい、ただ髪の毛ってね正直ね影あんまうまく塗れなくても、ハイライトっていうのはね光さえうまく入るとだいぶグッと良くなるの、なのでさらにここからもう一枚レイヤー追加していきます、はい、でまたクリッピングします、はい、で今回はね今度ハイライトなので、今度ここの部分をですね、この辺がいいかな、加算発光、はい、でもこの辺が光ってるような、ね、感じになるから光の部分を描いていきたいと思います、はい、で光に入れる部分はこっちの黄色の色、私はその辺が OK、はい、別にこれ好みです、はい、真っ白使うよりはちょっとね明るい色ミンクを使うといいかなと。わかりました。でハイライトの入れる部分っていうのはね、こういうね一番丸く出っ張ってるところ、うん、ここにこう筋のように入れるといいと思う。例えばだけど、まあ、パターンとして入れるのがこういう本当にここもこういうギザギザのような感じでね、まあ、こうやってね本当にこうちょっとこれブラシだとはっきり合わせないけど、まあ、こういう形で細かくハイライト入れていくパターン、それともう、まあ、結構アニメとかで見る表現だけど、こういうふうにもう帯で入れちゃうパターン。なるほど、うん、じゃあ帯で入れてみよう、今みたいな私がやった帯みたいなやつ、直線じゃないんだよね、わかる、この形を丸い頭の丸をなぞる感じでこういう風に入れてほしい。そう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 、そういう感じで、そういう感じで、でこれ塗りながら形整えててくれる。はい、という感じでこんな花にハイライトありました。ちょっと色色が主要すぎるんで今 100% じゃん、このレイヤー、これをね私的にはねいつも 40% ぐらいまで下げる。あ、全然違うね、うん、色がこんな感じにしていきたいと思います。はい、では次は、目や口、リボンなどのパーツを塗っていきたいと思います、はい、だいぶいいけど、もうこれでまずね、今度私がよくやるのはね、この外側をもうね使わないようにマスクしちゃいたいので、うん、なのでここで洗濯レイヤー選んで、今度ねこの外側全部塗りつぶしちゃってください。はい、じゃあ今これで外側のね部分を洗濯しました、うん、でこれでまたちょっと新しくレイヤー作ります、はい、で今度ねこのレイヤー一番下に持ってきます、うん、ね、一番下のレイヤーで今ここにこれを塗っちゃうと外側の部分濡れちゃうでしょ、うん、私の場合はこれで洗濯範囲をね反転5個押します、はい、こうすると今度これ人物だけ洗濯されたの。おー、ここに一回全部ね白を乗せちゃう。白、うん、その白は真っ白を乗せてもいいし、ちょっとだけ色が入ってる白を乗せてもいい。私はちょっとだけこの黄ばんだ白が好きだから、うん、この白を全面に乗せちゃいます。ということでこれでまた特殊ペン使って全部囲ってください。囲ったんだよ、色が白で全然わかんない、入ってる、うん、入ったので OK です。
はい、じゃあこれで洗濯は解除しちゃいます。今度新しいメトレイヤー作っていきます。ピンキングしておきます。口の中まず塗っていこう。はい、はい、このピンクとかの色をちょっとこうくすめた色、くすんだ色がいいと思うよ。さらにここにさらにワントーン暗い色のせていきます。ちょっと暗くくすました色、それをこういう風に捨てて口の中の感じで塗れました。こんな感じです。じゃあ次目ね。とりあえずまず一回目のが全部塗っちゃってください。はい、そしたらさらに今ベース塗ったのでここに濃い色を重ねていきます。イメージとしては塗ってほしいのはこの上半分ぐらいを上から濃く下に薄く塗ってってほしいの。力の加減を上が濃く、うん、下を薄く。まあ、エスクの目の塗り方がこれならもうこれはこれで可愛いので私ありとします。まあもうさらにワントーンだけ濃いのすごい。ここにない、ここで色作ろう。ちょっと黒に寄せた濃い色入れよう、はい、でこの本当にこの点とこの瞳のあたりを塗ってくれる。いい感じ、いい感じに目のグラデーションができたと思います、はい、これ好みでもっとここぼかしたければいろんなペン使ってこの辺ぼかして、じゃあ今度ここに今度下から明るい青入れたいと思います。じゃあ今度これ使おうか。これ、うん、これでこの下の丸のとこを今度また普通のペンで塗って、はい、それでさらにねこの辺にちょんちょんちょんと光の粒入れてあげて、なんかねその人のお好みなのよ。だからもう好きな塗り方見つけてもらうのが一番いい。はい、じゃあねあと肝心のこの中を白く塗るんだけど、ハイライトは一番最後に私まとめて入れちゃうから一旦この時点では入れないでおきます。じゃああともうここまで来たらリボンを選択して素材を貼ろう。はい、でこんな感じで今リボンのあたり全部洗濯したので、まあ、元のレイヤーに戻します。で、まあ、新しくレイヤー作っておいて、はい、でここのレイヤーのところに素材を貼り込もうということでこの中で好きな素材を選んでもらって貼り込もう。難しい、まあ、髪は黄色とかだからあんま黄色とかとは被んない方がいいんじゃない。じゃあこれにしようか。それでサイズ調整してもらってここを押してください。それで OK で貼りました、はい、では今度全部に影をつけてハイライトを入れる。めちゃめちゃいい感じになってるやん。もうで今回これに全部かけたいから今入れたやつを全部1個のホルダーにまとめたいのね、うん、だからここでプラスをしてもらってホルダーの追加、うん、この中にこれを全部入れてほしい。ホルダーの上に乗せたら入るから。あ、入ったのか。入ったじゃあこれで OK。 で今度このホルダー閉じてこのホルダーの上に影を置いていきます、うん、さっき言ったこれで焼き込みリニアで、でここで色はさっきのこれ選択してもらって、うん、これで影のをつけていきます。まずこのリボンの中塗っていこう。この中影は結構思い切って塗っちゃう方がきっといいですね。多分初心者の人はすごく難しいと思うんだけど思い切って塗っちゃう方がいいきっと。どこについてるか分かんないんだよな。感じになりました。最後ハイライト白を入れていこう。はい、瞳の中の白は線の上に乗っけたいな私的には。だから本当に今まで作ってきたこのレイヤーの一番上ってこと、うん、一番上この線よりも上に新しくレイヤー1個作ります、はいはいはい、で真っ白を選ぶ、はい、うん、でここに入れていこう。私の中で一番楽しい作業これが。どこに入れるの。ここにあるの分かる。黒くえこれ、うん、それを中に塗っていく感じ。これ白くすっちゃうよ。そう、こういう風に、うん、あーなるほど。もしちょんちょんって光もっと細かく入れてもいいしこれだけでももちろん。それでだいぶ可愛くなったと思います。全然違うわ。まあ本当はね私はいつもさらに髪の毛とかにもこの白を入れていくの。ただちょっと難しそうだね。スくんこれそれしない方が綺麗なような気もする。これでもう十分すごいと思うよ俺は。そうだよね。あとはじゃあちょっと肩のところとかにちょんと入れてちょんってツヤっぽい感じになる。なるほど。あとまあちょっと散りばめるならちょん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 みたいな感じで。そう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 。あ、きっと入れ方がなんかもっとランダムにタン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 みたいな、こういう感じ。私が言いたかったのは、まあわからない。なんかもうそれが難しいわ。適当に入れてもダメなんだろうな。適当って言うけどその適当に入れてもダメなんだろうな。まあちょっとね、それがよくわからない。この流れを意識してもらおうがいいかも。この流れ、要はこの紙に対するこの流れにこうちょっとちりばめを入れとくと、なんか可愛い気もするんだけど、どう思う。まあいいんじゃないでしょうか、ね、残しとく。やめたかったら消してもいいよ。90分くらいにしとくか、うん、残していいよ。
はい、ということで、エース君のイラスト完成しました。ほぼ1時間だ。ほぼ1時間指導で、こんなに変わったの、ほんとすごいと思う。すごいね。まあ、先生が横からね、ちょいちょいこう、自分でやったりとか。まあ、ちょっとエース君の形がどうしようとなかったか私が手伝ったけど。やってたけどね。まあ、でも、なんとなく仕組みは理解できたと思うんだよね。めちゃめちゃ難かったけどね。やっぱこれ1回じゃ無理だわ。やっぱり、どんだけみんなが丁寧に塗ってるかってことが分かったと思うんですけど。いやー、すごい。大雑把に塗ってるように見えても、実はやっぱすごく拡大して細かいところを丁寧に塗ってって、このイラストができるんだよね。めちゃ多分すごいね、神経を使って塗ってると思うよ。ただすごい難しいテクニックじゃなかったんで、今回もともと入ってる素材で、あ、まあね、やってるんで、 S 君ができたんだから、でも絶対に視聴者のみんなもできると思う。まあ、ぜひ皆さんも真似てね、こうちょっとで初めてのデジタル色塗り挑戦してみてください。はい、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。はい、では他の動画でお会いしましょう。漫画家の柴田慎吾、はい、S 君でした。バイバーイ。まあ、色塗りを極めればここまで上手くなるよ。